8月27日、東温市の各所で過ぎゆく夏を楽しむ様々な催しが開かれました。東温市横川原の重信川河川敷では、毎年開かれている寒月祭の催しとしてゆるキャラ祭りが行われました。浜ポンの特徴は、このチャンポンと、チャンピオンをかけた王様っぽい格好で、チャームポイントは何といってもこの赤い八の字の赤いひげです。この催しは寒月祭を盛り上げようと開かれたもので、東温市のイメージアップキャラクターイノトンをはじめ、県のキャラクターミキャンや松山市消防局のキャラクターハッピーカバーくんなど、さまざまなゆるキャラが登場し、観客を楽しませていました。オレンジのハッピーを着ています。でお気に入りのシルバーのヘルメット。ステージから降りたゆるキャラたちは観客と記念撮影を行うなど、楽しい催しとなったようです。ゆるキャラグランプリは、ね、今年の11月号6とある。また東温市北方のイタリア料理店オットでは、東温夜市と題された催しが行われました。これは東温市ならではの豊かな食材や美しい自然を多くの人に知ってもらいたいと、地元の井内地区活性協議会、地元飲食店、そして松山の飲食店らで立ち上げた東温食材研究会が開いたものです。この催しは大人な夜市がコンセプトとのことで、地元食材などを使った美味しいものを食べ、飲み、そして音楽を楽しむことのできる会場が設けられ、訪れた多くの来場者は思い思いに楽しんでいたようです。終盤には寒月祭で打ち上げられた花火が夜空を彩りました。過ぎゆく夏の光景を来場者たちは楽しんだようです。